こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴感謝します。ありがとうございます。それでは今日はですね、ディープパープルのもう定番曲のハイウェイスター、これ吹奏楽でもあのディープパープルメドレーで一節で出てくるんで、まあ演奏する機会は多いんではないか。僕は高校生の時に初めてバンド組んだ時にこの曲やらされましてですね、もうシンコペーション大変で、もうとにかく大変だった思いがあるんですが、やっていきたいと思います。まずですね、イントロはですね、まあ、アップダウンっていうのはこのアップダウンを使いながら、まあ全部同じ大きさでもいいんですが、アップダウンの方がこの曲の感じになりやすいですね。でここアクセント書きましたが、両手です。でここは同時でなくて、こうフラムがかかってな形の方が、非常にこのサウンドがしやすいですね。でこのジャンジャンのに合わせてセットアップですね、呼び込みのフィルインをしています。でリズムパターンはですね、ベースがずっと四分音符なもんですから、もうドッタンドドタンだけでもし、ドッタドッドタンばっかりでも全然平気です。でこれはアップダウンにしてハイハートは緩めます。これアップダウン難しかったらシブで全然問題ない。でこのシンコペーションのところはもう全部これでいいんですが、まあイアンペース埋めてますね。でかっこいいと思います。でこの2個目のやつですね、これ僕大好きでよく使うんです。ジャジャジャンっていうのが最後かっこいいですね。でギターがダンダンダンって降りてくるとこは、まあシンバルで打っちゃっても全然平気なんですが、ここをアクセントでとかやったり、という風にやったりします。今やったら2回目と1回目ですね。3回目はですね、という風に、後でも説明しますが、イアンペースで刺繍音っていうのをよく使うんですね。普通こう方向がなくなってしまうのであんま使わない。刺繍っていうのはこのね、こう布をこう縫うみたい、同じとこ行ったり来たりするっていうフレーズはあんまりかっこよくならないので、必ず加工するとか上行するとかシンコペーションするとかするんですが、うまく使います。なので彼がやってると全然変じゃないですね。ただちょっと普通の人が使うとやりにくいので、まあこの普通だったらそういうふうに下ってきた方が、まあ使いやすいとは思います。でここね、ここシンコペーションなんか毎回決めてるっぽいです。まあ歌のシンコペーション合わせてますかね。でここは、シンコペーションの手前のこの前段音、このスネアに向かってフィルインですっていうのが普通通常ですが、他にも2回目は全部アクセントにしてるし、3回目はで次が刺繍音使う。普通あんまりやらないんですが、やりそうですが、まあ暴力的な感じは出しやすいですかね。はい、ということでございました。ここの上の段ね。でサビのとこは、ここがまあ皆さんよくバラバラになっちゃう。ここね、吹奏楽のディープパープルメドレーだとここバストラが書いてないんですけど、ここは着地の手前にというふうに打った方がいいです。で、あとこのシンバルの手前のスネアのところはもうハイハットを省略した方が流れが綺麗に、焦った感じになっちゃうからね。まあやる人もいるんで別に間違いなわけではないですが、この方がゆったりなの感じになるのでおすすめです。だからここもここの手前のシンコペーションの手前の着地の手前の同音のバスドラをなくすと、どうしても距離が短くなってみんな速くなりがちなんですね。なので入れる癖をつけた方がいいと思います。シンコペーションは連続するとテンポが変わらないんですけど、スピード感が落ちた感じになる。要は一体感は出るけどスピード感落ちる。というふ
に戻すとスピードが上がるので、まあ、ハイウェイスターっていう感じがします。でここもうドッタンドドタンで全然いいんですが、裏ばっかりに入ってます。難しいんですねこれね、これは別にドッタンドドタンのままでいいと思います。でイアンペースお得意のこのフレーズですね。でというフレーズになってます。2回目は2回やってというふうに刺繍音を使ってるわけですね。というふうに使ってます。これは別にどちらでもいいと思います。ここは3つ割りですね。ここ3つアクセントが続くので、ここね、3つ割りやって3つアクセント入れて、表にアクセント入れてというフレーズですね。まあこの辺は、何をやっても全然16で細かく叩いていくという感じですね。タムで移動しちゃうと1小節で終わっちゃうんで、うまくアクセントを使ったり3拍フレーズを使ったりして2小節をうまく作ってますね。この辺、見習いたいと思います。インターレードのとこはここオルガンソロなんですね。ここずっとで、もうこれ足のルールは特にないです。というふうにもやってもいいし、どういうふうでもいいです。でこれフレージングごとに二重線を切っといたので、ここにフィルインが入ったりしてます。でに合わせずに2回目から合わせてますね。忘れてたのかな。で、これは、ダダカカカカカラというこう、まあ、いわゆるペンタトニックですね。ということですね。でこれは別にどこ叩いてもいいんですが、まあ、上行しているということでこういうふうに割り振りました。ダダドドドドバッというで、間はハイハートを止めてますが、これは最後ここスニアに入ってたんで、別にでもこれどうでもいいですが、ここはカッカっていうのとウカカンが違うので、ここ気をつけましょうね。でダルセーニュして、でまあワンフレーズやったら、そしたら今度はギターソロに行くんですね。ギターソロもオルガンソロと一緒で、このフレーズはいろいろ検証してみましたけど、あんまりこのフィルインとかも法則が全然なくて、でダララララチャララララ、これディープパープルメドレーでも出てきますが、ここタラララタラ、足合わせてんのかなと思ったら2回目同じフレーズなのに足合わせてないんですよ。だからあんまり関係ない、雰囲気一発です。ベースが8分弾いてるんで、シンコペーションしようがしまいがで全然ハマるので、どのフレーズを叩いてもらってもいいです。で最後はジャンジャンに向かってというふうに2、4をスクラッシュして、盛り上げてます。でダルセーニョして、まあ、ワンコーラスやったらこうですね、ダルセン2ですね。ダルセン2からコーダ2まで、ここまで行ってもらって、あとはハイウェイスター、ハイマーハイウェイスター、アイマーハイウェイスター、アイマーハイウェイスターを3回言ったところで、ジャーンって伸ばして。というふうにやって終わっているということですね。というわけで、今回は以上になります。この曲はまあ、若手の日本の若手がどんだけ聴いてるか分かんないですけど、やっぱり影響を受けてるロックシンガーは多いですから、ロックのバンドね、バンド自体でこういうやり方するのはもう定番なので、やっぱりこうルーツをちゃんと覚えておくっていうのはすごい大事なのと、まあやる機会も何かあったりしますし、やるとなるとこれ結構こうなんかギターソロがあってオルガンソロがあって複雑なので、僕もリマインド用に綺麗に清書したかったので撮りましたが、こんな感じでぜひご活用いただけたらと思います。メルマガ登録していただけるとこれの、プリントアウトが無料でできるようにしておきますので、私の、毎日なんやかんや、ジャズのなんちゃらかんちゃらとかいうのがメルマガが届きますが、もしよければジャズの教材も無料で届きますので、よければ、登録してみてください。参考になった方はぜひいいねを、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上です。今日もご視聴ありがとうございました。